はい、今回の動画は Excel でクイックアクセスツールバーによく使う機能を追加する方法をご紹介します。で、クイックアクセスツールバーというのが何かというと、Excel の画面の上部にあるここの部分のことですね。通常の状態だとこの上書き保存のボタンと元に戻すボタンとやり直しのボタンがね、表示されているここの部分のことです。このクイックアクセスツールバーのところに普段よく使う機能のボタンを追加しておくと非常に便利なので、今回の動画ではそのやり方をご紹介します。それでは早速そのやり方なんですけども、このツールバーの右端のところですかね、このマークのところ、マウスのポインターを持っていくと、クイックアクセスツールバーのユーザー設定という風に出ますんで、こちらをクリックします。はい、そうするとこのメニューが出てきますんで、この一覧の中に追加したい機能があるようであれば、そちらをクリックします。例えばですけどね、追加しておくと便利なのはこの印刷プレビューのやつですね。なんでこれを追加したいということであれば、この印刷プレビューと印刷っていうところをクリックします。はい、そうするとこの印刷プレビューのボタンが追加されたので、ここをクリックをすると、一発で印刷プレビューを見ることができます。はい、で、この一覧の中にですね、追加したい機能があんまりないなといった場合もですね、この下のその他のコマンドというところをクリックをしてみてください。はい、そうすると、このクイックアクセスツールバーに追加できる Excel の様々な機能の一覧がですね、本当にたくさん出てきますんで、普段自分がよく使っている機能ですよね、それがもしあるようであれば、ここから追加することができます。例えばですけれども、じゃあグラフの作成をよくやるなということであれば、このグラフの作成のところを選択をして、この真ん中の追加というところをクリックをすると、こちらのね、クイックアクセスする間に追加されるので、これで OK ボタンをクリックします。はい、そうすると、このグラフの作成のボタンが、このクイックアクセスする間に追加されました。はい。といったことで、今回ご紹介したクイックアクセスツールバーですけども、普段よく使う機能なんだけども、その機能を使うにはですね、何回もこうクリックしなきゃいけないっていうものは結構あると思いますんで、その時にですね、こちら追加してもらえると非常に便利かなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。